やっていきまーす。意外とうまくないでしょ。よし。じゃあちょっと早速行くぜ。うわー寒い。今ここが、疲労っていうところからスタートします。なあ、サイトにあった、なんか、六本木周辺の散歩コースおすすめみたいな、順路がもうパキッと決まってるやつがあったんで、まあ、六本木本当に、なんか順調に引きこもってると絶対に訪れない街なんで俺わからないから、まあそれに準じてやっていこうと思っております。でここのナショナルアザブっていうところも、まあ、海外の人がよくその利用するスーパーみたいな感じで、こういうスーパーとかってさ、入っていいのかまず許可を取ってくるわ。待って、ホームビデオみたいなの撮ってるんですけど撮影って OK ですかね。どういった、あの YouTube の Vlog ですね。 Vlog ですね、 YouTube のお客さんを映さなければいいっていう感じで、自分だけをこう映す感じでね、行きたいと思います。すごいよ、ほら見て、さてパッと食べれるものをちょっと調達して行こうと思います。ほら海外企画のハゲナッツ来ました。そこら辺のスーパー売ってねえだろこれ。すごいんだけど、でかっ。おめでたい種類も多くていいね。フィジーとか売ってるわ。もうザ、もう本当にザ海外みたいな感じ。何種類たくさんあって、コントレックスもある。これマヨネーズやね。出た出た、めちゃめちゃうまいマヨネーズ。これなんだろう。あ、すげえ。パンにつけるソースだ。すごく出来上がってんだこのところ。すげえこれめっちゃうまそう。あ、でもこれにしよっかな。シュクメリ風鶏肉とガーリッククリームソース、これ美味しそう。ちょごめん、あのさ、パンのやつがどうしても気になるからさ、お土産に買ってっていい？はい。次の散歩コースはナショナルさん、これなんていうの、アリス川、アリス、アリ、アリ、これじゃね、もうこれなんじゃない。あ、もうこれや、パワーが出ない、腹が減りすぎてる。今日一食も食ってね、やらかした。せっかくベンチあるけどちょっと奥行ってみよっか。今回のまあそのなんていうの、俺の目的っていうのは、まあ、東京タワー見えたら見て、あと昼ズ前のイルミネーションを一人で堪能するっていうのが目的だったから、ちょっと夜目にあったんだけど、ここはちょっと良さが、ライトアップもあんまされてないしね。よいしょ、このだ。あ、ワンちゃんだ。フフフ、リードなし、ワンちゃん、バイバイ。リリリリリリ、出してんな。あ、怖いよ。いやいや、怖がってる。俺今日ピコにも目合わせてもらえなかったんだよな。競争が変わったのかな、人としての。六本木？はい？って感じなんだけど。はい。さっきのところで食った、シュクリメ風、鶏肉とガーリック、クリームソース。シュクリミってなんだ、芋が入ってるんだよね。チンしてもらえなかったの、チンあったのか。あー、うまい。失礼しました。すっげー蓄えた。今日の元気は蕎麦が楽しみになったぜ。ザ洋食みたいの食ったからな。さて次に向かうのは、アイスガーミヤ記念公園から善福寺。あ、ちょっと距離あるね。うわっ、おい、見えるぞ、もう。やっぱり東京タワーの明かりってあったかいな。スカイツリー見慣れてるとあったかみがかなり感じるね。うん、そうばだ。すいません、はい、たぬきそばお願いします。はい、
はい、ありがとうございます。そうだ、結構細いやつだ。美味しそう、めっちゃ。いただきます。ごちそうさまでした。いやは。よいしょ。よし。腹ごしらえしかしてねえや。2連続で飯になっちゃった。まだ全然いけるな俺。今 5.5 ぐらい。まだ1食いけるな。どっか入るか。ライトアップされてるし。あの門は常時閉じていて、なんか脇っちょから入れるとこではない感じですかね。閉まっちゃってるね。でもいいでしょう、ミッションコンプリート。はい、全副寺。はいはいはい、毛利庭園。また庭園出た。で、毛利庭園が終わったら次ヒルズだ。ついにイルミネーションもギャンギャンなんじゃね。怖がってないとは言えんか。なんかね、浅草とか歩いてる時よりもね、ちょっと一人の人の視線を感じるんだよね。やっぱ六本木で Vlog とかさ、なんかそういう活動をする場所じゃないんだろうな。いや、カップル見るのはね、いやだからもう今日俺が彼氏でお前らが彼女なんだよ。簡単に言うと、もうこうなのよ。わかる？何食いたい？そういうこと。今日そのテンションで行くからカップルごっこしよう、ヒルズで。ねえ、バッグ買って。さっき買ったろ。楽しかったね今日。何しとる。冷静になるわ。何ごっこだよ。あ、肝じゃないよ。マジで来たことねえな。こんだけ東京行って六本木にはマジで来たことねえや。何があるかマジわからん。わかんないね。すいません、神さん。おい、お前、俺の今のやり取り見てたんかい。カレーマン買ったんすけど。なんでカレーマンなんだ。ちょうだい。はいはいはい、どうぞ。しばらく待って、俺映して。はいはい、そのままそのままそのまま。六本木で土地あると思わなかったわ。いや、仕事帰りで。あ、なるほど。はい。え、クリスが多いんでしたっけ。あ、そうそうそう。そっから蕎麦屋検索したら。ヒルズはどっち。ヒルズ多分ここ左行ったら。まっすぐ。お前パンあんのになんで牛乳買ってこないの。いや、牛乳脂質多いから。お前見てるね。あんま良くないかな。お前見てるね、社会人リスナーだと。いやでも、まあそろそろやめようかなと思ってる。何のカミングアウトで。なんで、なんでやめんの。いや、お仕事俺に教えて。そうですね、うん、結構合わないっていうか。さっきより声のトーンが落ちたね。随分最初いじめられてて。おい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 、おいどうしたのよ。どうしたのよ。はい、だから奴隷企画とかしてたから、うん、結構あいいなと思って。あ、なるほどね。はい、ミスんなよ、大丈夫だよ。そう、分かるか分かんないですけど、毎日料理送ってるんですよね、ツイッターで。あ、お前だよ。あ、お前。はい、今日はサボりましたみたいな。あ、サボりましたしないです。あれ、何人かいるんだね、俺に毎日料理送ってくるやつ、はい、DM で。もうすぐだよね、もうあれだよね、あそこからもうスタートだよね。そこからイルミネーションあっちゃーあっちゃー。であれ、こっからリスナーとカップルごっこしてるから、はい、またなんか、はい、ツイッターの DM 送って。頑張ってください。今日キムチ鍋作る。分かった分かった、キムチ鍋で覚えてくる。じゃあね、はい、というわけでリスナー撮影した。サミさんですか。おー、まあ、すいません、すごいね。どうも
マジ？ありがとう。今ちょっと仕事中だったんで。仕事中に。また戻らなきゃいけないんですけど。またね。後でまたアーカイブ見ます、ね。ありがとうございます。仕事頑張って。またね。仕事中に抜け出してくる。最高だなあいつ。というわけで、リスナーとつもあったところで、今日のメインかなもはや。六本木、キラキラがイルミネーション。スタートということで、うわーすごいね、初めて来たね。そっかそっかそっか、これは綺麗だわ。いいや、顔見せて。テレビこっち言うね。うわ TikTok 撮ってる、かわいい。TikTok かわいい。あのね、彼氏が後ろから彼女を撮ってる人がめっちゃいる。映えるだろうなここは。お前声でかっ。はじめまして。はじめまして。お前がもうまさにハーフ。ハーフです。どことの。エジプトですよ。あ、エジプトとだとそうなるんだ。はい、顔は映していい。いや、あの簡単にだったらいいですよ。あ、ほんと。じゃあマスク越しで。これが本物のハーフよ。ほら、これが本物のハーフ。ハーフです。六本木トツ結構いるな。いつもどんぐらいなんですか。秋葉原の時 5,6 人だったけど、なんか六本木追いつきそうな。あ、どうですか。なんか IT とかやってる人が多いからなのかな。なんでなんだろう。あ、でも多いんじゃないですか。うん、そうだね。どんな仕事。僕はですね、アパレル。あー、服かっけえもん。あ、ロルミ。ロルです、ね、あ、ロル、最近だもん、ロルやってる。ロルやってるよ。そう、嬉しいです。そっちも最近すげえやってる俺。おもろくなっちゃって、ヤスオとヨネにハマっちゃってさ。ハマっちゃいます。何使ってんの。僕、サイラス一択。一択ポニーの。ポニー、ね、サイラスポニーはな、珍しいな。いや、ありがとう。じゃあ、どっち、はい、こっちの方行った方が。グルート。はい、オッケー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 。じゃあ、ありがとうございます。ありがとう、来てくれて。すげえ陽気でびっくりしたわ。またね、バイバイ。毛利庭園、毛利なんとか庭園で、新国立美術館見てで、東京タワーに歩いていこうかな。まあ、ほんとここら辺はザ・都会って感じだよね。俺すげえ都会を感じる場所があって、品川とここはすげえ都会って感じする。俺にもするもん。くもちゃんじゃん、これこれは見たことあるんじゃない。雲、これこれはなんとなく見たことありそう。おい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 、なんだここやばいのあるって。ハート型のな。おい、死に殺しにかかってるって。古いな。あそこのさ、階段の下に降りて写真を撮るわけでしょ。さっきの欅坂を下っていきましょう。スケートリンク見に行こう。俺それはスケートリンクやってんのかな。俺もその存在は知ってんだけどさ、赤坂のとこでしょ。赤坂にスケートリンクあるよね。いや、俺たち死ぬと思うよ。3000人全員死亡すると思うよ。ん？こっち入っちゃうけど、あっちかな。なんかキャって聞こえんな、ちょっと。なんかキャって聞こえんだけど、これどっち、ブレーキ音がどっちか分かんなくなってきた。あれ、ブレーキ音だね。あー、あれあれあるあるある。やばい、お前ら、お前ら危ないぞマジ、狂気だからね。気をつけろ。いや、危ない、あれ危ないよ、マジで。あれ、見に行っちゃうのか、俺。なんで配信とかしてんだ俺。女の子と来て。え俺で合ってる。俺で合ってる。スタンミです。はい、リスナーです。マジか、女の子来た。マジか、全然いいですよ。男の方が良かった。いや、そんなことない、そんなことない。今まで来たことないから、ビビったのよ。新横浜にいたんですけど、うん、ここに来た。マジマジ。私どうしても会いたくて。マジ超嬉しい。全然男と反応違なっちゃう。まずいよこれ。リスナーさんに
には、ちょっと申し訳ないです。申し訳ないです。ちょっと待ってください。皆さんごめんなさい。配信してるってこと忘れます、今。デートしてます。すいませんね。これデートします。ごめんなさい、皆さん。はい。私カメラ持ってアイススケートでもしてます。いいですよ。私、アイススケート滑る。できる？できます。できる？マジ？え、やってみたい、やってみたい。これ今、空いてますか？入れます？8時までで受けます。あ、そうですね、わかりました、はい、ありがとうございます。なんか、どんな感じですって言ってます皆さん。え、大丈夫、みんな喜んでる。あ、喜んでます。よしよしよし。入れなかったことに対して我慢見ろ。うわ、何中で何が起きてるこれ。あ、なんか出てるな、出てるな。人間が作り出した排気ガスなんだよ。落ち着けよ。何も感じないあれの。ほわー綺麗とかなんない。なんないです。なるほど、ちゃんと底辺かもしれないな。もしかしたら。いや、ロールやってる時点でやってる人はちょっと人間って終わっ。その勝也さんは、勝也さんはいつも行くの？いや、この前初めて行って、うん、うまかった。人生で一番うまいと思いました。人生で一番うまいがあったら六本木に。で、助かったな。誰かにお勧めしたいと思ってて、うん、で、スタッフさんがちょうど配信で、いや、なんかカツとかそういう天ぷらとか食べたいんだよねって言ってたから、うわ、これだ今回。あ、じゃあベストマッチだ。そうです、そうです。今回しかないね。でダメでした。ダメでした。確認取んないといけないって。もうここら辺とか全部片っ端から攻めていくが硬い気がするんだよな。うん。いいじゃん。ちょっと待って。あ、じゃあ持ちます。うん。はい、片っ端から行こう。はい。カメラ持って、リュック持って。行きましょうか。行きましょう。いや、いいのかな、私なんか半画なのにこんなスタッフさんとご飯とか食わない。男とはこんな。どんぐらいなら食えんの？どんぐらい食えんの？量ちょっと見てみて。全然食える。付き合いも多いし、あの消化悪いしで、あの本当になんか食と縁がないね。ほぼビーガンみたいな。実質ビーガンではあるみたいな。実質ね。実質ビーガンみたいな、うん、なってしまった方ね。なってしまったんですよね。サラダと、はい、トルティーヤチップス、はい、あとちっちゃいの、ちょっと今ないんです。あ、ない、はい、じゃあそれ一旦それでサラダとチップス、はい、はい、あと小皿一つお願いします。今持ってきます。はい、お飲み物何でしたっけ。マンゴージュースとウーロン茶。はい、お願いします。順序がなんかで、あ、記事見て。あ、見ます見ます。見た、一番下が ADC のやつ。そうです、 ADC ミッドが先か。 ADC ミッド、そうそうそう、トップ、いや、サポートが、サポート、トップ、そうそうジャングル、そう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 、サポートめっちゃ、え、サポート。この上に乗ってるのがサボテンのピクルス。サボテン、ありがとうございます。いただきます、それます。ではサラダいただきます。サボテン食べてみていいですか。サボテン、そうです。だから先ちょっと取っちゃっていいよ、食べる分。はい、アボカドもらっていいですか。どうぞ。大好きなんで。願わないでください。私がなんか変、ただ私の方が変質者みたいな。サボテンめっちゃ気になる、初めて食うわ。コリコリしてんだ。張ってる。なんかピクルスですか。はい、ありました。食べてますね。美味しかったです。長旅になっちゃいましたね。なんか私結構一緒にいたね。1時間ぐらい一緒にいた。私のせいで。いや、でもやっぱ女の子の方がねテンション上がる。それはスタッフさんのでしょ。でもリスナーさんの違ったり。考えなくて。ああ、考えなくて。リスナーのとかも考えなくて。もう分かるわ、もう分かるわ。俺の子分かってるやん。俺の子分かってるやん。ちょっと変わってきて。全然大丈夫です。
俺のパーカー着てるやん、お前。あっと、ありがとう、来てくれて。最近、ロールでスナイプしてるヤマト。はっはっはっお前か。ヤマト、お前ゲームでもスナイプしてリアルでもスナイプしてきたの。今シーズン大会行けなかったんですよ。ああ、僕も7年くらいとか。ああ、7年で、ずっと大会目指してて、大会行けなかったんで。スタイルじゃなくて、いつも坊主のスタイルじゃなくて、じゃなくて、最近剃りました。それは本当にダイヤになんなかったから。ダイヤになんなかったから。気をつけて。ロールの呪文。何これ、ロールの呪文。ロール大好き。大好きくんやん。本当に私も嬉しいです。またね、気をつけて。ありがとうございます。じゃあね、バイバイ。あ、もうこれ、そうですね、元気。コインロッカーですね、あとは私は。ありがとう、付き合ってくれて。いえいえ、私こそ、いや、ごちそうにもなってしまって、ファンなのにここまで会ってしまって申し訳ない。新しいコンテンツだった、ロル女子、ロル女子増えてほしい。ロル女子の生の声コーナーでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。楽しかった。はい、バイバイ。じゃあね、気をつけて帰ってください。はい、そっちや。マジで楽しかったです。こんなが言ってる。ちょっと俺こんなこと言うのあれだけど、サラダめっちゃ癖あったわ。まあまあまあ、この後というわけで今日の配信は、終わろうと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。六本木配信でした。またなんか外配信、これなんかね、視聴者がここおもろいよって送ってくれたところなんで、またなんかおもろいよと思ってくれたところがあったら言ってください。視聴者が選んでくれた六本木おもろかったというわけで、まあ感想は配信で。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。